番ギアレスト、力は6だと締めくると思って2番と3番、あとは13番ボードを取ってこなす1コーナー回っていきます。この2番に8番ミニクラウン、12コーナー中華、12番の超小パワー、今日は2点目を選択、リード1番審判から2番審です。2番手は2頭、そこから16番ギアレスト、内から6番のシグヌイ、後位4番手13番のボードトラスト、あとは5番手3頭、内から8番クリームクラウン、中に11番ゴーセンプライス、外に14番ブーラーリッチ、その後に9番レイプルダミン、中段外寄り、内に2番シグナルファイヤー、あとは3番アラレスマッシュ、12番のアメリカンゲール、その後に7番のリアルイン、4番のコーバシオンが後ろから4番手、あとは3連星に書いて並びました。1番インペリアンライ、5番のアフォークロー、離れて最高峰15番のネイチャーシップです。工場面後半3コーナーに詰まっていきます。前は10番上昇パワー、残り 1000m を通過、リードが詰まって肩半分、12番のアメリカンゲート途中で動いて先行に迫ってきました。あとは13番のロートラストの3番手、この外のスタート、外の目的の3番のリアルイン、現在4番手